ネス湖に消えたと言われるあのネッシーがなぜか東京湾に出現。お台場の海で暴れるこのネッシー、実はこちらウォータースクリーンというもので、特殊機器によって水を扇状に吹き上げスクリーンを作り出し、立体的な動画を映し出す新技術なんです。ネッシーと少年の友情を描いた映画のイベントが行われ、水のスクリーンに現れたネッシーは全長15メートルとなかなかの迫力でした。